カフェ工事。じゃあ帰りましょうか。帰りましょうか。よっ。どうでした今日。いやまあどうでしたかね。今日はどんな日だった。どんな日だったか。そうね。まあ楽しかったんじゃない。あ本当。うん。ありがとう。朝からね、来てね。そうね。まあ、大して何もしてないけどね。ラチ。あそこのカフェ良かったね。ああ、良かったね。そうそう。あ、ランチもすごい、めっちゃ美味しかった、そこ。うん。ありがとうね、いいところ。まあ、こんな感じでさ、たまに来てちょっと手伝ってくださいよ。ああ、ぜひぜひ。うん。まあ、やっぱね、介護もね、ここ誰かがいる方がね、気持ちが楽なんだよね。なるほどね。そう。まあ、でもなんか、お母さんもちょっと、話、嬉しそうだったね。うん。なんとなく。やっぱね、うん、別に普段からデイサービスで人には会ってはいるんだけど、うん、別にあの、友達がいないわけでもないし、全然、うん、いろんな人に会ってはいるけれども、お話しするのも好きそう、なんか。そうそう、うん、でもやっぱさ、ずっと多分同じ話をされるのもやっぱ辛いわけよ、こっちも、うん、ねえ、俺思ったらなんかね、話、なんか前話、もう忘れたんだけど、すでに、うん、なんか思い出した前こんなこと話してたなっていうのを、なんか今日、なんか先生だったのかな、学校の、その、なんだっけ、特殊な学校の先生。そう、なんかそういう話をしてたのを思い出して。そうそう。ああ、そんなこと昔言ってたな、みたいな。うん。山だっけ？山。山になんか登って、みたいな、そういう話をしてて。そうそう。あ、そんなこと言っとったわ、みたいな。そうそうそう。思い出したね。そうそう。でね、やっぱこう、間に違う人がいると、うん、やっぱこう、気が紛れて違うトピックスになったりするわけ。うん。そうそう、まあ、別にこれが自分の親だったらまあちょっとしんどいと思うんだけど、まあ、他人だからいいなってのあるけど、まあ、いくら他人だとはいえやっぱこう毎回同じ話はね、まあ、こっちも聞いてて飽きるっていうか、まあ俺もまあこ、まあ、ちょっと前までその障害を持たれた方の支援の仕事をしたんだけど、まあね、同じ話をするんだよね。するよね。ミッキーマウスの話とかね、大概同じ話をするんだよね。するよね。あ、これは僕は、まあでも自分はね、もう毎回、あ、そうなんだってね、うん、一生懸命、あ、そうかって、ずっとね、話を聞いてあげるってあれだけどね、うん、まあ、一生懸命、あ、そうなんだ、そうなんだってね、聞いてあげるって言ったら失礼だけどね、聞く。まあそれが仕事だしね。まあね。で、聞いてあげるけど。まあ、喜んで一生懸命聞いてたんだけど、まあ、それらしい、まあ、そうやって聞くのはすごい好きだったよね。あ、一生懸命嬉しそうな話をしてくるんだよね。あ、森屋さん、森屋さんってなんか話をしてくれてるらしい。でもそれはすごい嬉しかったよね。あ、まあ、好きな話だったらいいね、うん、一生懸命な話をしてくるし、で自分もそういう話を、まあ、まあ教会の話とかはまあしなかったけど、あえて、まああの、まあ、こういうところに行ってきたんだよねとか、うん、なんかまあいろんな、まあ、新聞で、まあ、新聞、あ、まあ、いろいろニュースの話とか、うん、まあこう話をするネタをこう準備して、うん、まあ例えばその一時期コロナがすごい、一時期とか当時すごいコロナが流行ってた時期なんかは、うん、コロナが何人だとかすごい調べて、うん、あ、昨日岡山何人だったんだよとか、うん、そういう話をしたりとか、うん、あのこうちょっとメモしてね、そういう話をしたりとか。だったら、まあ、リュースさんが、聞きに来てくれたりとかしてたよね。おぉ。マルさん、昨日何言ったんですかとか。ええー。あ、ごめん、昨日調べるの忘れとったとかね。ああ、うん。いいね、そのね、うん、コミュニケーションができて、ね、そういうのね、やってた、ね、逆にさ、こう、ネガティブなことを言ってくる人とかいないの？ネガティブなこと？ああ、まあ、いたね。いる？うん。結構、まあ、そういうことを言う人も。だけどね、まあでもそういう人は、そういう風にならないように、うん、まあ、話題を変えたりね、するようにできるだけしてたけど、でももう必ずネガティブな話をしてくる人いたよね。
いるよね、うん、毎回ネガティブなことを言ってくる人がいたりとかしたけど、うん、でもそういうふうにもう切り替え、まあ、できるだけ切り替えるようにしようねとか、あすごい落ち込んでくることがいたよね、うん、あそうかーっつってそうかーって聞くの、うん、そうそう、うん、でも聞くと落ち着いたりするわけ、うん、まあ、ひどい時、まあ、どうにもならない時とかもあったけどね。でもさ、ある程度話し終わって気が済んだと思ったらもう一回こうループしたりしない？ループ しまくりするよね。もう繰り返しだったよね、うん、まあ、ひどい時はもうほんとひどかったしね。でもそういうのをやっぱ仕事とはいえ、うん、やっぱしんどいくない？疲れるくない？あ、まあ疲れる、まあ、どうしてもっていう時もあったよね、うん、まあ、自分も工事だし、うん、ああってなる時もあったよね。引っ張られたりする？引っ張られる、うん、もちろんね、あられるよね。そうそうそう。で、まあ、それだけじゃなくて、うん。まあ、例えば、その、アルコール依存症じゃん、自分。うん。で、AA とか行くじゃん。アルコールアノニマス？アルコホリックスアノニマス。AA とかね。で、AA に行って。ちょっと待って、AA っていうのは、うん、何？自助グループね。ミーティングって言って。ああ、うん、そういうことね。自助グループとか、まあ、あと男子会とかね。男子会とか特にひどいね。ああ。男子会とか行って引っ張られる。逆に、まあ、みんなで良くなろうねっていう回なんだけど、うん、逆に引っ張られて嫌な気分になって、うん、あ、くそ、こんなやつがいたみたいな。来なかったらよかったって。うん、こんな回に参加しなければよかったって、うん、みんなで、こう、自分、あ、なんか、なんていうの、自分、なんて、みんなで集まって、こう、お酒飲まないように頑張りましょうねっていう話をして、うん、そういう集まりなのに、逆にそこに参加して嫌な気分になって飲んじゃったみたいな。ああ、ちなみにどんな嫌なことがあるの？例えばね、もう忘れたけど、例えばどんなのがあったかな。なんか、お前らみたいな、若造はどうせまた飲むんだみたいな。あ、決めつけてこう言ってくるわけや。そうそう。あの、そういう自助グループってさ、うん、あの、絶対なんか意見言っちゃダメなのよ。言いっぱなし、聞きっぱなしっていうルールが、暗黙っていうか、なんか、そういうルールがあるんだよね。ああ、こう、否定したりとか、うん、そうそう、遮ったりとか。意見を言っちゃ、絶対に意見を言っちゃダメなのよ。ああ。そういうルールがあるにもかかわらず、終わった後で、あ、お前みたいな若いやつは絶対また飲むよ、みたいな。ああ。そういうことを言われたりとか。それはルール違反だよね。ルール違反、絶対ダメだよ。だって、みんなで なんとかしようと思って言ってるのに、お前はダメだって言われたら、また落ち込んじゃうよね、そうそうそう。いや、お前みたいな若造は絶対また飲むから、ダメだ、頑張ってもらえないみたいな。それなんかすごい嫌な嫌がらせだね。もうひどいよね。うん、しかもそれを、なんかその、男子会みたいな、その、なんか長老、まあ長老っていうか、その、まあ長老って言ったらだけど、その年配の、長年辞めてるような人が言ったりとかするわけよ。うん、え、それみんなの前で言うの？みんなの前じゃないけど、まあ例えば、まあその、帰り際みたいな時に、いや、お前みたいな若いやつはまたどうせ飲むかダメだよ、みたいな。って言われたりするわけよ。じゃあそういうとこには行かない方がいいね。そう。で、あれでしょ、それでこう傷ついて飲んじゃうわけでしょ。くっそみたいな。くそじじいがみたいな。でもなんかこうね、飲みたくなるよね、そんな言われたら。そうそう。くそくっそみたいな。コンビニどこだみたいな。帰り道で買っちゃう。そう。そう。いやー、いろいろあったよね。こういう会って、うん、やっぱその、まあ、その、自主運営だとは思うけど、うん、その、たしなめる人っていうかさ、そういうのやめましょうねとかっていう人がいるわけじゃない。一応いるんだろうけど、まあ、それをもう、バチって管理する人とかいないのかな。まあでも帰り際にこそっていうのはまでは見れないわな。それを管理したりする人は多分いないよね、うん、なるほどな。まあ自助グループっていうぐらいだからね、うん、ネガティブなものに引っ張られるときは引っ張られると。そういう時の気分転換ってさ、うん、なんかあるの？そういう時、あ、だからさ、仕事で、まあちょっと今日は疲れたなとかさ、うん、まあそういうそのまあ、どっかその、
教会行ったりとか、なんかあの、うん、そういう自助の会員とか行ったりとかしてもさ、うん、なんか気持ちが晴れない時ってあるじゃん、うん、そういう時どうしてるの、うん、その酒を飲む以外の時、分からん、ないないない、酒を飲むしかないってこと、そういう気分転換みたいなのがあんま思い浮かばないけどね。ああ、一時はなんかボルダリングやってみようって言って、なんかやってたよね。そうそう、でもなんかボルダリングもなんか今やめてるね。もうなんで分からん、あんま続かないよね。なんか一人で行くの、それは。ボルダリング、うん、ボルダリングは一人で行ってたね。ああ、あれで向こうで友達とかできない？できなかった、うん、ああ。やっぱ一人で行くとなかなか続かないんじゃないかもしれんな、うん、あるかな。教会は一人で行ってんの？教会も一人で行ってるね。ああ、でも行った先で友達とかできる？教会の場合、まあ、なんか年配の人が多いよね。そうだね。同世代とかあんまりいないでしょ。まあ牧師さんが同世代といえば、まあ、まあまあ同世代といえばってか、まあバリバリ同世代だけど。あ、でも同い年ぐらいかな、人。もうバリバリ同じ年かな。うん、なんかさ、同世代の、うん、なんか人がいる教会探してみたら。うん。だってさ、話合わないでしょ。まあね、まあ合わないっていうか、まあ、合わせる必要もまあないと思うけど、まあ、でその富谷町の教会は、まあ、どんな人がいる？まあ、同世代の人、まあ、そのアメリカ人の人とか最近出会って、うん、でまあ既婚者だし、うん、でまあまあ仲良くは なりそうでかな、うんうんうん、まあ今度なんかどっか行こうみたいな話もなってるしけど、なんかね、まあまあ、からうん、そうね。え、ちなみにどんな人がいるわけ、その問屋町の教会は。客層っていうか。あ、まあでも結構若い人は、まあ、ちょくちょくいるのかな。まだよくわかんない。あんまり行ってない。まあまだ1回2回ぐらい、2回目かな。2回目、うん。まあでも結構、まあでもまだ分からんな、よく。何するの、言ったら。普通に、あ、でも結構話とかも、普通に礼拝して1時間、2時間ぐらい。そっからなんか、普通になんかお茶会みたいなの、なんか交わりみたいなの、結構密にするのよ。まあ大体さ、その、なんだっけ、神父さんの。あ、牧師さん？牧師さんか。牧師さんのその、プレゼンテーションみたいなのがあって、うん、でみんなで祈りましょうとか歌いましょうとかやるのがワンセットなの、うん、大体。うん、まあまあ最初に歌って、まあ、歌っていうか賛美っていうのがあって、うん、でまあ牧師さんのメッセージがあって、うん、メッセージってその聖書のね教えがあって、うん、でそれが終わったら、あ、また賛美をして、うん、献金して、うん、でそこから、まあ、交わり、まあ、そこの教会はね、うん、ま、交わりがあって、交わりがあって、まあ、もう自由に、まあ、お菓子食べたり、お茶飲んだりとかできるの、うん、その教会は。雑談とかするわけ。そうそう。最近どうみたいなのやってて。それなんか、まあ。賛美が終わったら帰ってもいいし、残ってもいいって感じ。そうそうそう。で、なんか結構、そこなんか珍しいなと思ってて。うん。うん。うん、なんか賛美、教え、賛美までがワンセットなわけ？うん。まあそれで、まあ基本、それ終わりっていうのが多いんだけど、うん、そこはなんかそういう交わりも大事にしてるみたいで、うん、最近どうみたいな。ちなみに賛美は何を歌うん？その日によって違う？その日によって違う。うん。最近何歌った？わからん。わからん。覚えてない。ああ、うん。まあそこの教会によって違うから。それは、その、牧師さんが選ぶわけ？牧師さんというか、まあ賛美リーダーとかは、と思うけど、ああ、今日はこれをみんなで歌いましょうって決めるわけだ。決めるんだと。知ってる曲ばっかり、知らない曲もある。知らない曲の方が多いと思う。多い。うん。ニューライブは結構知ってる曲が多いけど。でもなんとなく雰囲気で歌えるよね、あれよね。歌える、うん、大体ね。曲の感じが、まあ、うん、そんなにこう突飛なものがないっていうか。うん、そうなんとなく追いかけてたら歌えるよね。うん。
じゃあ水曜日はニューライフに行って、うん、で日曜日はニューライフに行ったり、そのなんだっけ、両方行ってるの。あ、両方行けるの、うん、午前中はニューライフ行って、お昼からそこ行ってみたいな。あ、そうか、午前の部と午後の部があるの、教会って。いや、ね、ニューライフは午前中なのよ。あ、もともと日曜日の午前中にそういうのがある、うん、で、問屋町はもともと昼からだ。おー、まあ、ちょうどいいなと思って。まあ忙しいんだけどね。うん、まあ教会をはしごするんだ。まあそれはどうなのかなっていうのはちょっとまあ自分でも謎なんだけどね。うん、でもなんかさ、要は好きな喫茶店をさ巡るのと一緒でさ、うん、別に一つだけじゃなくてさ、うん、何個かあるとよくない？そうそう、まあ別に、まあ、俺もちょっとまあ今これはな、お試し中っていうか、うん、まあ俺もよくわかんない、これが本当にいいことなのかどうかはわかんないんだけど、まあちょっと試してみて、うんうん、まあさあ、その ここしか行くとこがないっていうよりも、うん、こっちも行けるっていう方がさ、うん、なんかその方が気持ちに余裕ができない。まあそうそうそう、そこがもうなくなったら行くとこなくなっちゃうじゃん。そうそう、一つだけだったら。そう、まあその方がちょっとまあ安心、まあちょっとね、まあ、メインの教会でちょっとっていうことがあって、うん、まあまあちょっと詳しくお話できないんだけど、ちょっと困ったなっていうところがあったので。まあでもどこでもそれはありえるよね、うん、どんなコミュニティにいてもさ、そうそう、気が合う人ばっかりじゃないしさ、うん、まあちょっと息抜きじゃないけどね、うん、そういうのもあっていいかなみたいな。教会によってその聖書の捉え方って違ったりするわけ？多分あると思う、それは。おう、うん、まあ聖書の捉え方っていうか、まあプロテスタントね、カトリックがある感じもするし。ニューライフはどっち？あ、もちろんプロテスタント。あ、そう、プロテスタントの人がカトリックに行くことはあんまりない？あ、それは絶対ないと思う。絶対ないの、うん、へえ。逆もそう、うん、うん、多分ね、多分、うん、そうなんや、うん、うん、いや、キリスト教をもっと勉強しようって思ったりはせんの？ああ、それ もちろん勉強したいよ。おお、どうやってするん？学校とかあるん？学校もあるし、お、進学校もまあ考えてはいる。聖書学校、うんうん、まあ通信とかもあるし、うん、それはまあ一つ視野には入れてるかな。うん、あ、じゃあいつかは牧師デビューするわけ？あ、それはちょっと難しいかもしれんけど、まあでもまあ、何かな、何かし、まあでも、まあ、でも、もっともっと真剣に勉強していきたいなっては思うね、うんうん、まあでも別にそうよな、まあ、勉強したからって先生に並んでもいいわな、まあ、牧師とかになれなくても、何かできることがあるかなって思うね、うんうん、まあ、例えばさ、こう、まあ、自分と同じように、自分と同じようにこう苦しんでる人、うん、移動症とか、うん、まあ、講師とか、まあ、いろいろこう苦しんでる人とかいるじゃん、うん、そういう人たちに、まあ、なんていうかな、こう希望を与えるような話ができたらいいなと思うし、うん、聖書の話を通して、うんうんうん、まあ、この配信とかもそうだよね、うん、この配信を聞いて、もしかしたら、あ、聖書こんなこと書かれてるんだとか、うんうん、あ、いいかな、あ、文字はダメだと思っている人が、うん、あ、じゃあ希望を持ってみようかなとかって思ってくれるかもしれないじゃん、うん、まあ、そ、まあ、まあ分からんけどね。なんかそういうのが、そういうふうなことにつながったらいいなと思うよね。うん、なんかでもさ、その障害とか関係なくさ、うん、一生懸命喋ってる人ってなんかさ、うん、いいよね。あ、何の話か分かんなくてもさ、うん、例えばさ、なんかそのよくわかんないけど、仲良さそうな人の話聞いてるのってなんか楽しいじゃん。内容が何もなくてもさ。うん、YouTube とかでさ、ただなんか雑談してるだけとかあるじゃん。あれもなんかさ、よくわかんないけど面白いよね。うん、
内容があってもなくても、うん、でもなんか毎回テーマみたいなのが決めた方がいいだろうな。ああ、ね、うん、ただの雑談よりはね、こういうことについて考えてみようとかね、うん、前準備してたよね結構。この前回ね、うん、あれはもうやらないの？あ、まあしようかなと思ったんだけどね、うん、あれやっぱ大変なの？またしよう、またするわ。あれ準備がいるん結構。うーん、まあちょっとはね、うん、あと最後にこう歌のコーナーとかする。また、あ、それね、うん、あ、今ね一曲ね、はい、いいお気に入りの曲があるのよ。お気に入りの曲がある、うん、最近気に入っている曲があるのよ。ほう、なんていう曲だったかな、忘れたけど。あ、忘れそれ不便だね。そうなんよ。なんかでもメモとか見たらわかるわけ。多分スマホで出てくると思う。ああ、スマホのメモとか結構使ってる？スマホのメモは使ってないけど YouTube の、うん、はい、多分ユーミュージックかな、うん、ユーミュージックの検索の多分出てくるんじゃないかな。出てくる？あ、ルアワーシップっていう、うんうん、出てこんな。愛を伝えるためにか。おい、どんな歌なの？聞こえるかな？あ、今かけてくれる。聞こえる？まあ緩やかに聞こえる。まあ、かけなくていいけど今、うん、どういう歌なの？でも大体同じこと言ってるよね、賛美歌って、うん、愛を伝えるために。うん、でさ、主がいてさ、うん、主は素晴らしいよねとか、うん、主が私たちを助けてくれるよねとか、うん、なんかこう愛は最高だとか、大体そんな感じじゃない？うん、まあ、うん、違うの？まあまあそんな感じかもしれんけど、うん、なんでこれ画像がないんだろう。それはあの YouTube ミュージックだからじゃない？あ、これだ。うーん、ルアワーシップっていうのがね最近すごく好きなのよ。へえ、そうなんですか。なんかさ、オリジナル賛美歌とか作ろうよ。前もやるかな、うん、そういうのいいんじゃないかな。なんか酒に溺れた私を助けてくれたのはあなたでしたとか賛美歌っぽくない？あ、確かに。まあそんなにこう具体的なことは言わないかもしれないけど、酒に溺れてこう死にかけた私を見つけてくださったあなたに感謝しますとかあ、でなんかさ、落ち込むイベントだらけじゃん、人生。確かに。なんか、歌にしたら、なんか、いいんじゃない？ダメかな？歌なぁ。歌うの嫌いじゃないでしょ？好きよ。好きだけど、作詞とかってなるかなぁ。作詞、作曲したら歌う？なんかな。うん、ちょっと今やめて。でも基本的にはさ、うん、なんかそのやっぱこう生きづらさを抱えてる人に向けて、ちょっとでもこう楽になったらいいかなみたいなのは言いたいよね。あね。あ、前もさ、前その靴屋で撮った時さ、うん、祈りの動画とか撮ったじゃん。ああ、撮ったね。祈り、うん、まあ、なんたらかんたら、アーメンみたいな、うん。ああいうのも毎回やったら。ああ。どう？いいかもね。あれって毎回祈りの言葉って、なんか台本みたいなのがある？決まったのが。ないよ。その時思ったことを言うわけ。うん。ああ。まあ、祈りって自由だから。ああ。それはなんか、いいね。なんかクリエイティブな感じがするね。要は即興だったり、まあ、自分なりの言葉で言うわけでしょ。まあ祈りってそんなもんだから。おお。え、じゃあなんかさ、うん、
最後になんかこう祈り考えて一個祈ってよ。うん。何がいいかな。なんかじゃあこの祈りを持って今日の配信を終了にしよう。今？今。今？なんか祈ってください。あ、そんなに急にできない？うん。何を祈ろうかな。そうね。うん。はい。はい。今日何したかな？今日は、中華を食べ、コーヒーを飲み、お母さんの、こう、お世話をし、そして家の片付けをして、で靴屋の事務作業の手伝いをして、で動画配信をして、で、帰ってきたっていう。ああ、まあそうだ、そんな一日だったね。そうか、よし、祈り祈り。じゃあ、はい、はい、お願いします。愛する天使なる神様、今日のこの時をありがとうございます。今日は、カイト君と、一日、中華を食べに行ったり、カイト、お母さんと、お母さんの家の片付けをしたりとか、しました。今日も一日、事故なく過ごすことができたことをありがとうございます。今日も、今、今この配信を聞いてくださっている一人一人の上に、難しい。テイク2いく？テイク2いきましょうか。はい。ごめんなさい。はい。テイク2いきましょう。はい。最初からいきましょうか。あ、途中からいく？まあ、ちょっと、いったん終わりましょう。いやいや、じゃあ最後までもうちょっと、最後で締めだけなんか考えて言ってよ。ん？締めだけ。締め。ん？じゃあ今日こんなことがありました。それが無事に行われたことが感謝します。あ、まあ。で、この配信見てるあなた方の、それにもよりいいことがあることを祈ってます。まあ、この配信を聞いてくださった皆さんの上に、豊かな祝福があるようにお祈りします。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アメン、アメン。ちょっと最後まで言ってたじゃん。じゃあ、できてたじゃん。まあそんな感じです。あれ、あんまり出来が悪い？ちょっと言いました。まあ、また、ごめんなさい。じゃあ、また次も考えておいてください。OK。はい。お祈り、毎回考えてもらうんで。OK。はい。できた方がいいよね、お祈りね。うん、まあね。そうでもないの？まあ、そう。ちゃんと、ちょっと今度からちょっと、ちゃんとやるように。はい。じゃあ、そういうことで。うん。ご機嫌、工事、のきの生涯。また次の動画でお会いしましょう。はい。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。華やかでなく悲しく生きる、何もなくても感謝して生きる、小さな力分け与え生きる、これが私の幸せだ。主に祈り、悔しい時も主のため耐える、短い人生主のため生きる、これが私の幸せだ、これが幸せだ。